6月7日水曜日朝6時17分のホームポイントは、梅雨入り宣言とともに大雨ですが、おお、オフショアでドフラットですね。ドフラットなホームポイント、潮がビーチから沖に向かって、ね、動いてるのが分かります。気温 17.2 度、車から出ていくのも嫌ですね。後ろの風に傘を押されながら撮影しています。おお、沖縄の風が見えますね。ビーチから沖に向かって動いているのが、風が吹いているのが見えますね。ドフラットですね。右もそうでしょうね。このポイントの右は雨がビーチ側から沖に向かってこう風に流されているのが見えますね。フラットですね。ここに溜まっているのはワカメじゃないでしょうか。あそこにも取りに行きたいですね。ビーチの砂がまたえぐれてますね。ああやって地形が変わるんやな、大波の度に。強いオフショアとおそらく雨でここの草がなぎ倒されてる感じですね。まるであの台風が通ったみたいに全部倒れちゃったんですね。海はドフラットです。梅雨入りした山口県の日本海、フラットですね。撮影するのも大変でした。現在気温は 16.7 度、6時26分。